お前らに話すことは何もない。現実に縛られたままカトン死ね。マクフーラム九尾の丘。うん、なんだ。こっちは楽しそうだな、オビト。こいつはマダラだ。江戸転生の術に逆らうと。何をもたついている。こいつも影分身だ。本体はどこだ、オビト。どうしたかって聞いてんだ。さあ、おそらく無事ではあるまい。八尾と九尾は俺が取る。死んでた奴が引っかき回す。爆発しない。打ち破壊し。俺が八尾と九尾をやる。お前はこいつらをやれ。お前に何があったんだ。どうしてあんな奴と。あの木の野郎、九尾のチャクラを捨てやがる。くそ。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。クズじゃねえ。俺の仲間は絶対殺しはしねえ。ヒルドラ大金。強がりじゃなかったんだな、オビト。かつてのお前の意志は今でも。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。渦カゴに入ってろ、カカシ。一緒だ。今度ははっきり分かんぜ。てめえの苦しがる面がよ。ナルト、少し変われ。ここはわしにやらせろ。おい、カカシのガキ、手出せ。さらにもう一発。なんだ、加賀先生。キュービに礼を言っといてくれ。チジリに吹き飛ばす。ありったけ貯めろ。おい、ケツ、リエのおっちゃんに発射。よし、魔像のチャクラが消えた。よっしゃー、終わったのか。さてと、始めるか。あれが十尾だ。あ、消えたはずなのに。くそ、やられた。普段土や水、空気に感じるものと同じ。この世界を循環している自然エネルギーそのものだ。あれが自然エネルギーだってんなら、どれほどのもんか確かめてやんよ。計り知れねえってのが計れるだけだ。すぐに無限月読みの儀式を始め。あの大幻術は月を呼ぶまでに時間がかかる。先に魔像の力で処理した方がスムーズにことが起こる。
いいか、まずは距離を取ってあれの出方を見、近距離ででかい一発を食らわす。勝って柄にしやがれ。行くぞ。出方を見るも何もいきなりか。これは頼んだぜ。しぶとい奴らだ。おい、ナルト、いいところへ投げた。おう、確かに高足一本分向こうへ飛ばし損ねたみてえだけど、その目玉にぶち込んでやる。たれ、すまねえ、カツラにビーノーちゃん。ナイス。へえ、一旦わしはチャクラを練り溜める。ねえか、回復はまだか。8尾と9尾は一旦チャクラ切れのようだな。お得意の影分身か。近術の高等忍術とて同じ無能が増えたところで、所詮は烏合の衆。烏合、俺はてめえみてえにはならねえ。何度も言ってんだろ。全てうまくいく。無限つくよみに勝る忍びの術は、この術の中でお前をほかげにしておいてやる。これはようやくか。高志、はい、待たせたな。これでもう烏合の衆ってのじゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。一人残らず消してからにしよう。そしてやっぱそう来るか。けどこの世界は終わらせる。忍び連合の術だってばよ。哀れだな。ああ、十尾の頃合いのようだ。あの骨が外れやがったな。絶望な。ダメだ、カムイじゃ間に合わない。あんな距離まで前の美獣たちと比べ物にならない。なんて威力だ。ないな。次だ。どうした、青殿。冷静に聞いてくれ。ここか。最後の仕事だ。戦場のみんなとつなげてくれ。十尾を貯める策がある。これで連合の頭は潰した。ま、基本だな。
ういうことだってばよ。お前が作戦のキーってことだ。ちげえよ。お前は右回転だ。わかった。発見者を回転。ここは戦場で、今は戦闘中だ。人も死ぬ。お戦いに敗れれば、全ての人が死ぬことになる。俺自身が江戸天聖の死体ではなく、生命体になる必要がある。俺があんたに輪廻転生の術を命を捨ててするしかない。あんたは俺の言うことを聞かざるを得ない微妙な立場なら、次にどうするかお前が丁寧にな。なんて数だ。サンキューネジ、潜入モードに慣れたってばよ。まだまだ結空壁しろ。はぁ、数が多すぎる。日向とネジの空床では白眼。医療班どこだ。重傷なんだ。早く来てくれ。日向様はお前のためなら死ぬ。お前の命は一つじゃ。こんなとこでお前はヒューガを天才だと言われたからだ。父様、やっとわかったよ。貴様は殺させないんじゃなかったのか、ナルト。俺の仲間は絶対殺させやしない。仲間は絶対殺させやしないと言った。お前のその言葉、あたりを見てもう一度言ってみろ。ネジが死んだ。ナルト君の手って大きくて強くて。行くぞ、キレだ。とっても安心する。ナルトのガキ、発血空想湧いてくる。ただの空想であれを。倍化の術、忘れさせてなんてくれねえよ。そもそもその傷がここで生きてるってことじゃねえのかよ。僕が、俺は本当のネジをここに置いておきて。本当のネジを。一度かけてしまうと死なねば消えぬ呪力。ヒューガの宗家と分家が生んできた忍びの呪い。ネジの意志は逃げんだよ。僕が右を、さっきので肩がまた外れる。お前と違って俺はやってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。